ハンフリー・ディ・フォレスト・ボガート1957年1月14日はニューヨーク出身のハリウッド映画の俳優。愛称はボギー。ニューヨークにおいてイングランドとオランダ系の血を引く下界の父ベルモント・ディ・フォレスト・ボガートとイングランド系で画家の母、モード・ハンフリーの間に生まれる。父は厳格なプレスビテリアン、母は厳格なエピスコパリアンだった。 家庭が裕福だったこともあり、イエール大学へ進学するよう希望していたが、ボガートは高校を渋滞。1918年に海軍に入隊するも、3年後に除隊。やがて、ブルック人の劇場で舞台に立ち、俳優の道を志す。1930年に、川上の別荘で初出演を果たして以降20年近くにわたり、ワーナーブラザースの専属に近い形で、 俳優活動を行った。1930年代はギャング映画の敵役を多く演じたが、40歳を過ぎて主演したマルタの鷹のようなフィルムのワール作品やカサブランカなどでハードボイルドスターの地位を確立。後年は演技派としても活躍し、アフリカの女王ではアカデミー賞主演男優賞を受賞した。1947年にはハリウッドのマッカーシズムに反対し、 傍聴の様子はライフにも掲載された。1940年代から1950年代を代表する名優として時代の象徴的存在に挙げられることが多い。1999年に AFI が発表した映画スターベスト100では男優の1位に輝いている。晩年に食道岩を宣告され妻と共に闘病するものの1957年1月14日に 英民する。ボガートはヘビースモーカーとして知られ、また主豪でもあった。愛飲酒はドランブイで飲んだ量に比例して毒舌が激しくなると言われた。ジョン・ヒューストンとも馬が合い、彼の監督デビュー作であるマルタの鷹をはじめ、黄金、キー、ラーゴ、アフリカの女王、悪魔をやっつけろなど、死去するまで数多くの作品で主演を務めた。 57年の生涯の中で4度結婚をしている。4人目の妻ローレンバコールとは非常に仲が良く彼女との間に一男一女を設けている。バコールの自伝によると、ボガートはその島で妻のことをキットと呼んでいたらしい。トレンチコートの襟を立て、紙巻きタバコを膝に加えて吹かすというボガートの姿を真似する人も多い。なお、正しいボガートスタイルでは 指に挟むのではなくは巻きのようにつまんで持つ。日本語吹き替えは、久米明が専人で務めているが、久米がボカートの吹き替えを始めた頃に、すでに個人であった。松田優作は、探偵物語で、山口剛から、ボギーをイメージして演じてくれと言われたが、そんなにかっこいいか。ひねり鉢巻きすれば寿司屋の親父だろうと拒んでいる。ルパン三世において、 次元大ケがボガートとマリリン・モンローの長年のファンで、あると話すシーンがある。太陽に吠えろ。のカスカベイチケージのニックネームは、ハンフリー・ボガードの愛称である、ボギーにちなんでおり、劇中でもそれが明確に研究されている。The Religious Affiliation of ハンフリー・ボガート、ADHERENTS.com。ありがとうございます。